そのまたゴケは、梅の木ゴケかの地衣類。オークモスとも呼ばれ、香水をはじめ香商品の原料として利用される。また、ータ体をアンモニアで処理して得られる色素は、地染めに利用され、羊毛をプルーンのような色に染めることができる。樹状地衣類と養状地衣類の中間型で、ータ体は扁平で配服性がある。ータ体の長さは3から4センチメートルあるいはそれ以上。 に差分子を繰り返しながら成長し、先端の形が高層類の角股に似るのでこの名がある。はじめは直立ないし斜上するが成長するにつれて垂れ下がるようになる。地位体の列片の円に粉目が生じ、これがソラリアを形成する。ヨーロッパならなど、主に落葉紅葉樹の幹や枝に着生するが、新葉樹に着生することもある。乾燥時には、 海力食、湿潤時には、オリーブ色から黄緑色を呈する。G 成分として、アトラノリン、クロロアトラノリン、エベルン酸、ウスニン酸などを含む。中央及び南ヨーロッパ、北アフリカ、東アジア、北アメリカなど、北半球の温帯域の産地に広く分布し、日本では北海道に産する。角又ごけがいつ頃から香料として用いられたかは、 明らかでないが、1693年に、フランスの長考師、シモンバルブが表した、レパーファーマーフランソワには、オークモスの神子の処方が記載されている。また、1809年に、ベルトランが表した、レパーファーマーインペリエルには、オーデシープラと、プードルデシープラの処方が記載されているが、後者は、オークモスをベースとしているのに対し、前者では用いられておらず、 シープルを名乗る香水の製造にはまだ、オークモスが利用されていなかったと考えられる。一方、オークモスを利用した香水としては、1792年にミューレンス社で世界最初のオーデコロンである4711の製造が開始された。やがて、香水としてのシープルの製造にもオークモスが利用されるようになり、1840年にゲラン社からシープラ、 1856年にピノー社からシープラ。1893年にロジガレ社からシープラロワイアル。1909年にゲラン社からシープラデパリが発売されたが、オークモスを用いた新しい処方を確立し、シプレー系の原点となったのは、1917年にコティ社から発売されたシープラである。その後、シプレー系として、ミッチッコ、ファム、 ミスディオール、インティメート、コップチャード、オーソバージュなど多くの香水が発売されているほか、シャネルナンバー5をはじめ、シプレー系以外の多くの香水もオークモスを原料としている。オークモスのアレルギー誘発性は以前から知られており、その軽減が研究されてきた。ありがとうございます。